しかもね、曜日、あ、第1週目と第2週目ね、間違えたりとかね、いろんなハプニングありましたけど、結果的にはね、オーライかなって感じですが、後でまたゆっくり話しますね。はい、改めましておはようございます。6月最初のね、ママ特元気ラジオ始まりました。でこの番組はママはもちろんママじゃなくても心も体もお財布も聞けば何かしら得する情報、聞けばなんだか元気になる情報をお届けしようという番組です。番組ではメッセージを募集しています。おすすめの情報やお得な情報、あなたの近況、最近の良かったこととかね、嬉しかったこととか、そういうお話も大募集。そして、番組への質問や感想などもお待ちしています。メールアドレスは 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではユーストリームで動画を配信しています。サイマルラジオも聞けますよ。スマホやパソコンがあれば FM ギノワンのホームページから見たり聞いたりできますので、ラジオの聞けない地域のお友達にも教えてあげてくださいね。はい、では今日も元気よくいきましょう。もう最初からね、この方に加わっていただきましょう。おはようございます。おはようございます。はい、みさきちゃん。はい、今日私じゃないんですけど来ちゃいました。不思議だよね。今日第1週なんだよね。はい、なんか私は第2週なんですよね。そう、第2週のアシスタントママがみさきちゃん。はい、でもみさきちゃん間違えてきたけど、私も今日みさきちゃん来るもんだって思ってて、ね、私も間違えててこれ多分お互いのテレパシーで、ね、もうね、多分来ちゃったんでしょうね。そうね。でも結果的に本当ね、お互い良かったよね、はい、みたいな。よかった。来週も来ていいからね。なんかね、一週早くこうね、うん、進んでる感じだったかもしれない。そうですね、なんか得した気分ですね。そうね。ラッキー、お互いラッキーみたいな。なんかあの今日ね、はい、ラジオ終わって、はい、で一旦一応家に帰るんだけど、はい、洗濯物干したり、また洗濯ちょっと洗ったけど干してないの、はい、雨降ってましたからね。で、だから室内干しでさ、はいはい、干してからお昼ご飯じゃないで夕ご飯作って、はい、それから名古屋に名古屋、あ、そうか、そうですよね。そうそうそう、名古屋明日ね、大ホールですごい、ね、そうですよね、やるので、うん、そのなんか準備がパタ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 朝から忙しくて、はいはいはい、ね、もう朝シャワーしてさ、髪の毛も自然乾燥しながらスタジオにどうにか間に合ったみたいなね、そんな感じなんですけど、間に合って、ね、間に合ってよかった。私がわからないままさ、あの間違ってきたのに私遅刻してる間対応してたかもしれない。あのとりあえずさ、FM ギノワンのあの、はい、電話番号を表示しといて、本当に間に合わなかったら曲流しといてねって連絡しようと思ってたぐらい、うん、それぐらいバタバタだったんですね。そうそうそう、よかった、ね、うん、ちょっとね、やっぱり余裕持たないといけないなと思いつつ、間に合ってよかった、うん、でも安全運転でね、来れてよかったです。そうですよね、何かあったら大変、ね、明日楽しみですね。うん、楽しみ楽しみ、ね、名古屋、ね、いいですね、うん、でじゃあね、早速行きたいんですけれども、はい、あのちょっとね、音楽、はい、ボリューム下げながら、みさきちゃん、はいはい、身軽ですね。今日身軽です、うん、いつもほらね、ひみこちゃん抱っこして、はい、途中で授乳タイムがあったりとかさ、ね、お昼寝とか、もういいラジオですね、授乳させてもらっていろいろと、はい、なんかほのぼのっとさ、こう癒しのエネルギー、こうやっぱ赤ちゃんってすごいもんね。うん、なんかこう幸見てるだけで、ここにいるだけで幸せっていうエネルギーの中でやってるじゃない。はいはい、で今日はなんか来たら、あれってなんかいつもと違う人みたいな。初めてじゃないですか。そうかもね。そうですよね。全く元気ラジオではね、みさきちゃん一人でっていうのは初めてかもしれない。ね、もうとっても身軽です。なんかいつもね、うん、あのこれがでも普通だったから、うん、11キロ、うんうんうん、娘11キロなんですけど、それ抱っこしてるのが当たり前だったから。うん、今日何、体が体重がすごく軽くなったみたいな。浮いてない、大丈夫。浮いて、ちょっと浮いてるかもしれない。身軽すぎて来ちゃったかもしれないですね。そうかもしれない。1週間早くね。そうなんだ。でもママってでも偉いよね。だってさ、赤ちゃんさ結構重いじゃない。だって普通ね、米2つ分っていう感じでしょ、うん、重いですよね。重いよ。だけど持てるんですよね。それをね、だからお米とかだったらさ、はぁって思ったりするけど、うん、はい、ちょっとね、スーパーから家までの距離なんか重たいと思うけど、うん、はい、赤ちゃんってそんな感じじゃなくって当たり前のように抱っこしてくるけど、そうですね、でもそんだけ負荷は本当はかかってるんだよね、うんうん、気づかないですよね、うん、そこまでっていうのはやっぱりこうね、見つめ合ったりとかその温かさだったり、うん、そこまで重たいと思わないんだけど、でもやっぱりこう、うん、お母さんのこのなんか身体的にはさ、はい、いろんな負担来てるんだろうね。なんか腱鞘炎になったりとかもあるじゃない。ぎっくり腰よくありますよ。ぎっくり腰、ああそうなんだ、はい、
腰がもうすごく、ね、骨盤が多分歪んでしまってるから、それあるね、うんうん、なんかなんだろう、あのすごく今インナーマッスルとかすごい、うん、あの鍛えるようにしてるんだけれども、うん、それでも全然腰きちゃいますね、まだ、うん、まだまだまだ締まってないからだと思います。そうね、もう前のズボンがあまり入らなくなってきてて、そっかそっかだけどね、うん、上の子の時はもう今頃は戻ってたんですよね、うんうんうん、骨盤締めるものとかもやったし、うん、でなんか、ね、すごく行きたいところがあって、うん、整骨院、うん、整骨院、うん、骨盤矯正専門の、うん、あのママ向けのところが、うんうんうん、何だったかな名前、ハイバルにあるんですよ、ね、あ、わかるよ、何だったかな、幸せ、幸せ、ね、よく知ってるね、有名ですよね、うん、なんかすごいそこに行きたくって、何だったっけ、ゆうから始まった、ゆうクイズみたいになってる稲福さんか稲峰さんか稲福さんか、稲福さんみたいな感じ、なんかそんな感じの、あのね、よく知ってるそこでさ、はい、一回呼んでもらって、うん、褒め合い講座やったことあるから、あ、そうだったんですね、いつ頃ですか、もうだいぶ前だよ、もう3年ぐらいになるかな、うん、私卑弥呼がお腹の中にいる時にずっとそこ行きたいなって思いながら、すごくいいよ、良さそうです、うん、だけどね、行こうと思った時に値段が高くなって、それからあそうか行きたいけどどうしようって、でもねやっぱ体には変えられないからね、うん、変えられないから行こうって思ってますね、うん、なんかすごいね、うん、人柄もいいし、あの技術もね、はいはい、しっかりしてるところなので、なんか噂にはよく聞いていて、行って行ってね、行ったら私骨盤締まってぎっくりも治るかもしれない、そういろんなのがね、うん、あの良くなると思うので、そうですね、うん、でも本当1人目産んで2人目産んでってだんだんね、こうね、骨盤とかも戻らなくなったりとかして、緩んでくるでしょ、ネジがだよね、やっぱ体のメンテしないとね、ラジオ聞いてるママたちもやっぱりね、あのママってやっぱり自分のこと後回しに しがちじゃない、 で、 す、ね、でもやっぱりママが健康でね、元気でいてこそやっぱり子供たちも安心できたり、ね、こう家族全体がね、うん、やっぱりねいい感じでいられるの で、 そうですよ、ね、まあまあ後回しにしないでね、せめて体だけはねいたわってほしい、そうよね、欲しいけれども、そうもいかないこともあるんですよね、無理しないでって言ってもやっぱり無理ね、しないといけない場合が多いけど、それでも本当にこう休む時にはやっぱりこうしっかり切り替えて休んでとかね、ね、やっぱりたまにはそう自分に優しいところに行ったりとか ね、まあ、そんな感じでやっぱり行く方が、はい、あの結果的にいい方向につながっていくよ ね、長持ちするっていうかね、うん、心がね穏やかになって、体も楽になって、体も楽になってね、もっと動けるようになって、うん、やっぱりその方がやっぱり ね、あの無理するとその場はいいんだけど、ね、どうにか頑張ってママの頑張りでいろんなことがうまくいってる感じだけど、長期的に見るとやっぱりそれってね、いろんなもの溜まってくるからね、そうですね、そんな感じですね。で今日ね、なんかね、また興味津々、美咲ちゃんとおしゃべりするのがねすごく楽しみなんですけどね、いつもね、はい、ありがたい、いつもだいたい自然ね、なんか花、はいはい、食べられるとかさなんかあの昨日も花食べましたね、雑草を摘んで食べるのをできるとかさはい、はい、なんか自然のお話が多いんだけど、はい、今日はなんかまたちょっと、ね、いつもと違う話、そうそう、なんかね、最近テレビで見て知って、うん、知ったんですけど、はい、クラウドソーシングってわかります？クラウドソーシング？クラウドソーシング、なんとなくわかるけど、だったかな、あ、そうそう、クラウドソーシング、なんかね、空いた時間に、うん、空いた時間有効活用してお金になれたらいいなっていう、うん、なんだったかな、本当はね、クラウドソーシングっていうのは、外注でアウトソーシングだよね、そうそう、アウトソーシングの、それをクラウド、うん、インターネットを使って、そうそう、誰でもできるような、うん、じゃあどこにいても、うん、誰でも自分ができる分を頑張ってって感じ、そうそうそう、うん、そういうやつで、うん、たまたまテレビで見たから何なんだろうと思って見たら、うん、誰でもできるあのお仕事が載ってて、うん、例えばアンケート、うん、あの子どもの便秘について教えてくださいとか、アンケートに答える、そう、答えたら、答えるだけで料金発生する、それがね、だから10円ぐらいからあるんだけれども、いろいろと内容によってね、そう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 、うん、まあね、この間答え、昨日だから、あ、一昨日見つけてやったら30円もらいました。おそれって待ってねいいね、いいですよね、どんどんこれが溜まっていけばすごいじゃないですか、ほんとね、コツ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 家にいる時間とか使ってね、そうそうそう、で、まあ、ね、なんかね、それ私が見たテレビの主婦は月に60万
稼いでいるって人がいて、まあ、相当なものだよね。何なんだそれはって思って、うん、なんか空いた時間にできるっていうから、私は寝る前にね携帯見ちゃう、携帯というか見ちゃうんですよね、うんうん、見ちゃって眠る。でそのまま例えばさ Facebook とかさハマっちゃって1時間とかかかったりしてるから、そういう時間にできますよみたいなことやってたから、うん、何なんだと思って調べたら、うん、なんかねブログを書いたりとかして、例えば何百円から何千円とかもらえたり、で覆面調査官お店とかの、そう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 、で何千円とか、うん、何万円とかあったり、で構成、書類の構成、うんうんうん、それでいくらとかさ、うん、誰にでもできるもいろんなものがあるんですよ。 そうね、その人の持ってる、ね、いろんな能力で、そうそうそう、こういろんなことをやり、うん、まあ、自分がに合ったものを選んで、ね、やできるんだね。 それに対するこの、対価がまた得られてっていう感じで、そうそうそう、あ主婦ちょっといいんじゃないこれやと思って、うん、で実は今日この後、うん、ある覆面調査を、うん、やってくるわけやってくるんですね。そうなんだ楽しみ、早速だね美咲ちゃんね、うん、これはね本当1時間ぐらいでできるから、うん、これは私が知りたかったところだったから、じゃあもう一石二鳥じゃん。そうなんですよ、だからどうせ行くつもりだったところだったんですね。おこれできるんだったらいいんじゃないと思ってそうなんだ、そうそれで行くんですけど、 それでねいい3000円ぐらい入るし、いいですよね。もともと行きたかったでしょ。そうそうそう、別にこれ無料なんですけど、行きたかったところに行って、そこの多分感想とかを、うん、行きたかったところに行って、うん、ちょっと感想を書くだけで3000円。そうなんです、いいね、いいですよね、うん、とかあとモニターもありました。モニターが多いんですけど、例えば化粧品、うん、2000円とか、いくらの化粧品の感想を教えて300円とか、うん、でその化粧品ももらえるんですね。あそうなんだ、お得じゃないですか。それいいね、いいですよね、うん、そっかそっか、うん、じゃあこれクラウドソーシングってネットで調べてみたら出てくるわけね。クラウドソーシングで検索してみたらね、うん、クラウドソーシングのいろんなサイトをまとめて載せてるところもあって、うん、比較できるわけ。そうそう、比較できます。でね、私はとりあえず登録ただだからと思って2つ登録してみたの、うん、有名なところと、あと主婦向け、女性向けのところ、やりやすい、女性向けのところの方がやりやすくて。そっかそっか、うん、うん、よくまだね見たばっかだから分かんないんですけど、主婦向けのところはもうパパパってできちゃうような感じ、うん、あ、うん、沖縄でも、うん、そうそうそう、スタンドアップっていうサイトあるじゃない。ありますね。あそこもなんかそういうモニターとかの募集前してたみたい、うん、そうそう、やってますね。やってるよね、似たような感じ、うん、その全国版みたいな感じです ね、 そうだね。でもしもねこのクラウドソーシング、まあ、ネットで調べてなんかちょっとやってみたいなとかに、ね、興味ある方、うん、でも、うん、ちょっとなんかこう不安だなっていう方は、うん、この沖縄の会社とかだったらいい、ね、ちょっとねこう安心じゃない、はい、うん、だからまずそこからちょっとね、うん、やってみて、結構、ね、モニターのやでもいいかも、投入のモニターとかね、うん、なんかありましたよね。あるよ ね、 ね、うん、だからね身近なところからちょっと始めて、うん、でこれは大丈夫と思ったらちょっとね、うん、またいろいろと自分で情報をねこう検索しながら集めて、うん、ね、良さそうなところね、はい、やってみてもいいかもしれないね。そうですね、うん、で今でも本当に働き方ってさ多様化してるじゃない、うん、はいはい、前だったら働くって言ったらなんかこう本当にこうお勤めをしてどっかにお勤めに出て、うん、ね、しっかり頑張って帰ってきてっていう、はい、なんかこう家を離れないとできないっていうかさ、はいはい、なんかそう通勤しないとみたいなのあったけど、うん、今はそうじゃないんだよね、そう所属してね、うん、なんかフリーで、ね、いろんなこう自分で活動する人たちも、うん、だから自分の家で自宅サロンする人とかさ、はい、その人 の、 この、生活の形態に合わせて今選べたりするじゃない、うん、はいはい、でその中の一つとしてこのクラウドソーシングも ね、 そうですね、みんなちょっとね調べて取り入れてもらえるとまた、うん、時間も有効活用しながら、はいはい、お小遣い、まあ、場合によっては60万とかでもお小遣いの範囲じゃないんだけれども、うん、本当にねフルタイムで働くよりも多いからね、うんうん、だからプロの人だったらそれぐらいできるか、うん、それぐらいプロもアマもできるようなものですよね、まあうん、でまた子育てのしながらちょっと楽しみながらやりたいなっていう方は、うん、そういう感じでまた選んでもらって、はい、あんまりこう一生懸命ならずにでもちょっとお小遣い程度みたいにもできるしはい、はい、それぞれに合わせてできるもんね。そうですね、うん、でなんかやっぱりこれねちょっとね調べてみる価値ありますね、うんうん、まあ
ろんなものがあるから本当、うん、あの、ね、ブログを書くだけで何百円とか、ね、それをね、じゃあそうブログ書くの好きな人はね、そうそうそう、書いてお金もらえたらそっちがいいもんね。なんかそれでよかったら、うん、雑誌とかのライターさんとか採用してもらえるみたいでしょ。ね、うん、あのね、うん、私の友達がさ、はい、曲の時間どんどん過ぎてるけどさ私の友達で、はい、なんかブログとかになんか収納記事とか載せてたって、あの収納が好き、そう整理整頓が好きで、はいはい、なんかこういろいろ載せてて、はい、でそしたら今度はなんかこの雑誌の、はい、なんかこう応募企画みたいな、はいはいはい、あなたのこの収納アイデアみたいな応募企画があって、うん、そして応募したらしいの、うん、そしたら見事こうなんか選ばれて、すごい、雑誌にも載っちゃったの。へえ。でその後もなんかまたねいろいろと頑張ってたんだけど、趣味が仕事になっちゃったのかな、ね、そう好きなことをねこう追求していったら仕事になっちゃったみたいなね、はい、そんな人もいるので、ありますよ ね今お弁当とかも、いろいろとそう情報をね調べてみて自分に合うものをねチョイスしてみてください。はい、そしたらねちょっとねこの大事な歌なのでいきますよ。はい、はい、あっちゃんのこの歌歌ってみましょうよ。はい、マムズマート今ね買い取り、ね、アップ大作戦みたいな感じでねやってるみたいですよ。ぜひね
またマムズマートの方も行ってみてください。学生服とかね、結構ね新品ばっかり買おうと思ったら高いんですけど、質のいいものがねマムズマートに行くとねまた手に入りますので、ぜひ行ってみてください。時間経つの早いね、みさきちゃんね。早いですね。もうこんなあっという間。本当。ね。でね、ちょっとね学研教室からのお知らせしますね。学研教室で今ね無料体験もやってますし、はい、もうそろそろね、夏休みがもうそろそろ、ね、早いですね、うん、そうですよね。そういう話題になね、もう今はもうそういう話題ですね、いっぱいね、はい、で夏休みどうするとかってね、いろいろと考えてらっしゃるねママたちもいらっしゃると思うんですけども、はい、学研教室で夏の特別教室があります。で今回ね9回コースと5回コースということで選べるので、最初から回数ですか。そうそうそう、はいはい、夏休みの間にね。だから夏休みフルで行きたい方、または前半に旅行が入ってて後半しか行けないとかね、はいはい、そういう方でもいろいろこう合わせて選べるのでお得ですよ。それは学研教室今まで入ってなかった子も行ける、そうそうそう、夏休みだけとかね行けますの で、いいですね、この機会にね。でまた今入会金0円キャンペーンってやってて、兄弟入会だったり、また他塾から移ってこられる方とか、いろんなお得なキャンペーンがありますので、はい、詳しくは学研教室のウェブサイトで、検索してみてください、はい、また身近な、ね、教室も、ね、検索できますので、近くにどんな教室があるのかな、この教室どんな 教室かな、どんな先生かなっていうのも気軽に調べられます。でまた気軽にね教室の方行って説明とかね受けて聞くこともできますので、はい、お気軽にねお問い合わせください。ではもう本当にねあっという間の時間ですね。あっという間ですね。はい、では番組のね、スポンサーの方紹介して終わりたいと思います。この番組は合わせ小学校前おいしい雑貨屋シャムズ、子ども服子ども用品、そして学生服ね、学生服も入りました、専門のねリユース&アウトレットのお店マムズマート那覇新都心ストア、学研教室、以上各社の提供でお届けしました。また来週お会いしましょう。